はい、こんにちは、風間博物館です。今日ご紹介する展示物はこちら、スペシャルポリスデカレンジャー SPD 特装戦隊デカレンジャーということで、バンプレストですね、全2種類、歩行デカレンジャーロボということで、ゼンマイで歩くということです。2004年のプライズ景品でございます。ゲームセンターとかでね、あった景品ですね。多分だけど、ここに紐がつい、上に紐がね、ここに紐がついてたり、このね、横に穴が開けれるところ、これ穴開いてないですけども、ここね、穴開けれたりとかっていうのは、まあ基本的にクレーンゲームではあるんですけども、穴が開いてないってことはクレーンゲームじゃない可能性がでかいんですね。紐っていうことを考えると、でかいね、こうカニみたいな、横に来て、前に行って、ガシッて挟んで、前にやって、上にちょっと上がって、こう持っていくみたいな、多分それじゃないかなって気がします。はい、で、全2種類というのは、多分武器の違いですね。はい、武器の違いかと思われます。では開けていきましょう。すごいね、こんなものがゲームセンターにあったとは。今から15年前、全然覚えてないよね。もちろん15年前のゲーム機って何があったんだろう。ゲームセンターにはよく行ってたけどな。まあでもこの時ブレードの時期だからね。ブレードのプライズ景品といえば、なんかこう小さいキーホルダーみたいな、顔でかい、顔二等身みたいなのでありましたけど、すげえ厳重だな。あ、これかなんか作れそうだね。氷作れそう。氷デカレンジャー氷作れそう。夏におすすめみたいな、デカレンジャー氷みたいな、デカレンジャーロボ氷。さあ取り出すことができました。じゃん。お、なんか目の部分がすごい、すごいね、これ。なんかちょっと違うんじゃないって感じがする。ロボコップ感がすごいな、なんか。で、腕はなんか動くけど、これはどういった動きなんだろうか。結構肉抜き感すごいですね。こっちは肉抜きじゃないけども、ここら辺のなんか内側がね、スカスカしてます。さあ、ゼンマイ、じゃあゼンマイ回してみるか。お、なんかもう良さげな感じがするぞ。面白そうだぞ。じゃあいきますね。いきまーす。せーの。バカシュールじゃん。さあ、段差超えてるか。ちょっと、お、超えた。あー、ダメか。やっぱ力が足りないか。これ持たせようか。よし。でもすごいのが、しっかりここピーってね、文字ね、黒くなんか塗られてんだよね。しっかり、意外とそこら辺はすごい。でも謎だよね、ここにさ、剣があるのにさ、こっちでもう剣を持つという。面白いな。もう一回歩かしてみよう。今度横向きに歩かしてみますか。いきますよ。結構歩けんね。はい、結構歩けますね。ということで、まあちょっと、このデカレンジャーロボがね、どんなぐらいのサイズなのかっていうのをちょっと見比べたいなと思って、こんなものを持ってきました。じゃん。これがジョイントのやつですね。ジョイント合体シリーズのデカレンジャーロボ。これかなり優秀で、もう何回も結構僕の動画にも出てきてるんですが、なんとなんと全部分解して、しかもまあ、ジョイントなので、外して外して、またつけてみたいな、っていうことを繰り返すと、元に戻ってくれるんですよね。これに関しても、普通に、これで、車に戻るんですよ。これほんとすごくない？ほら。これすごいでしょ？もう多分今ね、売ってないと思うんだけども、こうやってね、戻るのよ。からの合体ができるというね。しかも合体してからも結構、何、クオリティが高いじゃないですか。そんなに低くないクオリティ、素晴らしく高いぐらいの勢いだから、これはね、本当にね、あのマジで俺おすすめなんですよね、このおもちゃに関しては。
これで合体してね、ガチガチジョイントでくっつけるだけという、まあそんなアイテムになってます。これはね、ただゼンマイで動くことはできない、自分で動くということはこいつにはできないから、そう考えるとこのデカレンジャーラボ素晴らしく優秀ですね。サイズもちょっと大きめです。じゃあ次、まあこれはもう絶対登場しなきゃいけないものだと思ってます。じゃん、デカレンジャーロボデラックスでございます。これでもデラックス、もう言わずともがもうデラックスでございます。なので今回の歩行デカレンジャーロボ真ん中にいますけども、サイズ感的にはいい感じの兄弟感になってますね。ダンダンダンと段になっております。でちょっと残念ながらね、これね不良品で、あのジャンク品なので光ってならないんですけども、本当だったらねこのボタンを押すとプー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 ってなるんですが、ちょっとね今回はならないということでご了承ください。まあこんな感じでね、剣持ってそれが今回こちらの歩行デカレンジャーロボでも再現できるよと。素晴らしいじゃないですかこれね。えだからこのデカレンジャーロボたちが見守る中ですよ、彼は唯一無二、歩くことができると。これはもうなきゃいけない存在ですね。すごいと思う本当に。ただやっぱね目はねちょっと違うんじゃないかなっていう感じだね。こっちだってほらしっかりとこの青いの中に黄色い目が見えますよね。これも全く見えないからシャンゼリオンになっちゃってるから、シャンゼリオンこれだけはちょっとね いかんせんちょっとあれかなって感じしちゃいますけど、あとそれ以外はもう全部もう何の問題もない、すごいよ。はい、まあてな感じでございます。名前もすごいよね、歩行デカレンジャーロボ、はい、ということで今日ご紹介したのはプライズ景品の歩行デカレンジャーロボでございました。それではまた明日。